それから小金丸は野原に寝たり山に寝たり色々苦しい目に遭いながら旅を続けました。ある時お腹が空いて困っていると古いお寺の庭に一羽の生地が落ちていました。小金丸が喜んで食べようとすると泥棒と怒鳴るものがあります。見れば白い強そうな犬です。それは僕の主人が打ち落とした大事な生地だ。 泥棒め。知らなかったのだ。泥棒とは失敬な。何が失敬だ。と言い争って、二匹の犬は喧嘩を始めました。その暇に黒猫が、こっそり生地を盗んで、屋根の上へ逃げました。いつまで経っても勝負がつかないので、どちらからともなく、喧嘩をやめました。君は強いね。いや、君こそ強いよ。仲直りしよう。うん、友達になろう。と、 約束しました。小金丸と仲良しの友達になった犬の名を、シロウ、と言います。小金丸とシロウは、古いお寺で仲良く暮らしていました。ある日、小金丸は、野原で昼寝をしているキツネを見つけました。尻尾が半分しかありません。ゴンタ、と呼んでみると、目を覚まして逃げ出しました。憎いゴンタめ逃がすものか、と、追いかけました。 ゴンタは一目散に近くの百姓屋の庭へ飛び込み、遊んでいた子供に突き当たりました。子供が転んで、わーっと泣きました。お百姓が出てきて、ここから飛び込んできた小金丸が子供をいじめたのだと、間違えて殴りつけました。ゴンタは、その間に逃げてしまいました。小金丸が帰らないので、ロ郎が心配して見つけに行きました。すると、ある百姓屋の庭から、 うん、うん。と、苦しそうにうめく声が聞こえるので、行ってみると、小金丸が大きな木に縛り付けられています。白はびっくりして、どうした、なぜこんなところに縛り付けられたのだ、と言いながら、すぐ縄を解いてやりました。